なんだろうスパイクちゃん。スキーには出場選手5m39を参加しています。かっけー。なんかこのちっこい弾丸みたいな、なんでこれで速いの。だって165ぐらいでしょって雰囲気あんな。飛ばしすぎじゃない大丈夫かっけー。爆走してる爆走。やりすぎやりすぎ。ということで、久しぶりやね。久しぶりですね。関東インカレぶりじゃないですか。関東インカレ。あ、その前か。いや、あれがある。クラブ対抗。クラブ対抗は写真しか撮ってないけど、はい、いや、マジでここで動画撮った以来。あ、知名度調査。そうそう。知名度調査。あれ以来。覚えられてないやつ。覚えられ誰も俺たちのこと誰も知らなかった。そうでしたね。あれ以来なんですけど、はい、あけるくん、相当陸上界を騒がせてます。いやいや、とんでもないです。マグレですよ、マグレ。マグレ。ちょっとタイム何秒出たんだっけ?45秒69で。倒した。ジュリアン倒した。倒しました。間違いなく倒したからね。はい。すごいね。元々のベストが46秒81で、実際でもそれも今年の5月の東日本で出したばっかりなんで、トントンと3試合連続で。あれもベストだったんだ。あ、そうです。あ、そうか。はい、51秒の選手が50秒になるとかだったら分かるんだ。はいはいはい。46秒の選手が45秒になるって。今まで本当初なんじゃない？いや社会人で陸上初心者みたいな。初心者の出すタイムじゃないんだけどさ。はい、いやまあそれで最初の方にあのみんなに見せてるんだけど、はい、48秒0。はい、何してんの？ちょっと社会人の日頃の疲れが。日頃の疲れてた。日頃の疲れてた。あと車の運転が。そうなんですよ。こいつ今東京？千葉？千葉です。千葉の方に住んでるのに車で来たんだよね。昨日着いたの。あ、昨日です。夕方着きました、ね。あったもん。アホでしょ。逆にそれで8秒0出たのね。風にやられたんで、もう雑魚です。でも前半から疲れたけどね。はい。いけると思ったでしょ。あ、もういけると思います。これは46いけるかなって思って、そしたらバックストレートの風で見事48秒かかる。威厳見せて帰ろうと思ったけど、はい、8秒ずれで帰った。全然ブイブイ言わせなかったです。いやいや、すごいっすよ。まあ、もともと関東インカレの時に、4年前あの時のインタビューで初めて TKD が YouTube し始めたぐらいの時に、あれでちょっとオリンピアに勝てなくて悔しかったのをまさか4年越しで倒すと覚醒してね。いや、めっちゃ嬉しかったよ。やっぱ出演してくれる人が結果出すと、もう自分のことに嬉しいんで。ああ、ありがとうございます。それは山形代表として誇りに思います。ということで、ごめんね、忙しいと。いや、とんでもないです。本当に視聴者に来てもらって、特に何も言うことないよね。何もないです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。